トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。5月29日金曜日の朝です。今日はいい天気ですね。ちょっともやってみたいで、富士山がぼんやりこう見えます。北の空から。いやー、今日はすごいですね。いい天気です。うわー、眩しい眩しい、見てられません。はい、南東の方角です。真南です。はい、西になりました。いや、雲がなくてすごい天気です。おはようございます。おはようございます。今日の鳩の糞の状態ですね。糞の状態です。まあ普通ですね。はい、それでは車外を開始します。車外を開始しました。今日もいい飛び方してますね。いやいや、元気です。それでは掃除入ります。旧車掃除が終わって外に出てきました。今日は二手に分かれましたね。遠征に行ってまだ帰ってきてないグループと、旧車の周りを飛んだり降りたりしてるグループです。はい、じゃあ部屋の中に戻って後の帰りを待ちたいと思います。ただいまの時間は6時55分になりました。今日のハートの飛び方は二手に分かれましたね。遠征に行ったグループと、旧車の周りを飛んだグループというグループに分かれました。で、遠征に行ったグループなんですけども、遠征時間は35分ですね。で、その後飛んでまして、45分ぐらいの飛翔時間でした。まあ、その後はね、いつものように飛んだり降りたりを繰り返してます。ちょっと気温がね、日が昇るにつれて高くなるのを感じてますけども、まだまだこのくらいの気温だと気持ちがいい。本当に快晴の朝ですね。今日は鳩もう少しこのように屋根の上で遊ばせて、7時過ぎぐらい、もう少ししましたら呼び込んで、車外を終わりたいと思います。昨日、連盟の連絡網で、鳩レース協会が緊急事態宣言解除に伴いレースの中止要請、これも解除しますっていう連絡が回ってきました。まあ、これ以上コロナの問題がね、再発してまた緊急事態宣言が発令されなければ、秋レースは開催できるということなので、秋レースに向けて、準備を進めていきたいななんて思ってます。
まあ今までもマイペースでやってましたからね。それの延長線ということになります。こうなってくるとカップリングの日程とか、それから、参加登録とかですね、レースに向けて、やる準備をしなければいけません。なんとなくレース途中で終わっちゃったんで、その辺、忘れかけてたんですけども、もう一度レースに向けて準備開始です。という、まあ嬉しい情報が来たので、これからまたますます鳩の飼育に熱が入ります。はい、以上、今日はこのようなところで、今日もブログをお越しいただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。失礼します。